さん、こんにちは。2月16日金曜日の豊島情報スクエアです。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りしております。さて、最近寒暖差が激しくなっていますよね。昼間は暖かくても朝晩は冷え込みます。体温調節ができる服装を心がけてください。皆さん、体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。それではまずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。まず最初の話題をお伝えいたします。区民広場ホーユーリニューアルオープンのお知らせです。区民広場ホーユーは東池袋第二区民集会室、中高生センタージャンプ東池袋、東池袋フレイル対策センターが併設された複合施設の一角にあります。施設の老朽化に伴い、令和4年9月より令和5年12月まで大規模改修工事を行っていましたが、この度大規模改修工事を無事に終え、2月1日リニューアルオープンしました。新しい施設の住所は豊島区東池袋 2-38-10 となります。エレベーターが新設され、バリアフリー機能が強化されました。誰もが集う公園をテーマにしたロビーには、ソファーやテーブルのほか、卓球台や電位治療器、調入できるポットや電子レンジを備えた給湯コーナーなどがあり、さまざまな年代の方がライフスタイルに合わせて利用できるような施設になっています。また2階の子育て広場は授乳室があり、乳児から幼児まで畳の上で安全に遊べるお部屋となっています。親子で楽しく遊んだり、仲間づくりの場としてもご活用ください。皆様のご来館をお待ちしています。続いてです。第18回社会貢献活動見本市開催のお知らせです。豊島区を中心に地域課題の解決などに取り組む NPO 法人やボランティア団体、CSR 活動を行う企業などの活動発表と交流の場として、第18回社会貢献活動見本市が開催されます。開催日は2月24日土曜日午前10時から午後5時です。開催場所は豊島区役所本庁舎1階豊島センタースクエアです。地域で社会貢献活動を行う NPO 法人やボランティア団体、CSR 活動を行う企業などをパネル展示でご紹介します。今年は47団体が参加して、この1年間の活動状況を発表します。また当日はシールラリー、出展団体によるパフォーマンス、ミニコンサート、特別公演などもあります。事前申し込み不要となっていますので、ご希望の方は当日会場へ直接お越しください。皆様のたくさんのご来場をお待ちしています。続いてです。池山パークファーマーズマーケット開催中のお知らせです。毎週土曜日日曜日に豊島みどりの防災公園池山パークでファーマーズマーケットを開催しています。当日は新鮮な農産物や区内の企業や商店街からの自慢の一品が並びます。また豊島区と交流のある都市から、その土地ならではの名産品が並ぶブースも出展します。その他にもパンやハンバーガー、焼き芋などの出店もあり、その場で食べることができます。毎週土曜日日曜日に豊島みどりの防災公園池山パークで開催し、出店者は毎回入れ替わりとなるため、毎週来ていただいても飽きないマーケットとなっています。おすすめは埼玉県農林部や交流都市の全面協力のもと、新鮮な野菜や果物を直接販売するブースです。ぜひ生産者に採れたての野菜を使ったおすすめレシピを直接聞いてみてはいかがでしょうか。ご来場される方はぜひエコバッグをご持参ください。皆様のたくさんのご来場お待ちしています。次です。若者向け悪質商法被害防止キャンペーンのお知らせです。毎年1月から3月は若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間を行っています。
ここ数年で SNS を悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて、高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増加しています。例えば、SNS で知り合った人からスキルアップになる、将来成功できるとオンラインサロンの入会を勧められて高額な契約をさせられる手口があります。他にも SNS 広告などを見て、通常より安くお試しで購入したところ、実は定期購入が条件だったというトラブルが増加しています。訪問販売、マルチ商法などの契約解除をした場合、一定期間内であれば契約を解除できるクーリングオフ制度がありますので利用しましょう。また困ったら一人で悩まず、豊島区消費生活センターにご相談ください。消費生活センターでは、消費者と事業者のトラブルに関し、専門の消費生活相談員が解決のための助言、情報提供などを行っています。困った時はぜひお気軽に相談してみてください。続いてです。秩父夜町彩り散歩開催のお知らせです。豊島区と姉妹都市の埼玉県秩父市、現在秩父神社や妙見の森公園、秩父今宮神社を中心にライトアップを行っています。開催日は2月16日金曜日、17日土曜日、18日日曜日、23日金曜日、24日土曜日、25日日曜日です。各日とも午後5時30分から8時30分まで開演しています。それぞれの神社につながる万馬通りや東町通りでは、秩父名産や芝桜など秩父らしさを生かした和テイストな柄が道を彩ります。秩父神社ではつなぎの竜をモチーフとした緑、赤、青色をベースとした光の演出に包まれます。ぜひ光で彩られた色鮮やかな秩父の街中をお楽しみください。会場は寒いため防寒対策をされた上でご来場ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。皆様はスズランスマイルプロジェクトをご存知でしょうか。こちらは生きづらさを感じる10代から20代の若い女性を支援するため、豊島区役所の複数の課が部署を超えて連携し生まれたプロジェクトです。本日はスズランスマイルプロジェクトのご案内に、豊島区男女平等推進センタースズランプロジェクト事務局の田中夏樹さん、同じく斉藤純平さんのお二方にお越しいただきお話を伺います。田中さん、斉藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではお二人からお話を伺いする前に、まずはこちらをご覧ください。
ても印象深い内容の VTR ですね。さあ、こちらのスズランスマイルプロジェクトとはどういった内容なのか、田中さんお願いします。はい、スズランスマイルプロジェクトは、寂しい、辛い、居場所がない、眠れないなど、なんとなく生きづらいなと感じている10代から20代の若年女性を確かな支援につなげていくことをミッションに、令和3年1月に高木役長をリーダーとして始まった豊島区組織横断のプロジェクトです。はい、現在は豊島区の複数の部署に所属する管理職と若手職員が総勢67名所属し活動しています。はい、昨年高木役長がプロジェクトの詳細を記者会見でお伝えしておりますので、はい、そちらの様子をご覧ください。町中すずらんサポーター制度っていうのを始めますというご報告でございます。これはもう12月よりスタートをしております。コロナ禍の中で孤立しちゃう女の子、どこにもつながれてない女の子、女の子たちの自殺が増えているという危機感の中でスタートをしました。当初は私をトップに10名でスタートしましたけれども、全庁横断で67名で活動をしています。で、今までもですね、若年女性に対しては私たちもおそばきながら活動を始めましたし、支援団体は前からいろんな団体が活動されていた、また企業の方でも何かできないかということで取り組みをされている方もいました。で、それを今後はですね、もっと女の子たちを囲む輪を作って、みんなでつながって応援をしたいということで、このスズランサポーターになってくださいというようなものを始めようと思っています。10月にスズランネット会議っていうのを立ち上げました。民間団体の方多く来ていただいて、私たちも関係する全ての部署が並びまして、行政と民間団体しっかり連携して女の子たちの支援をやっていこうというスズランネット会議っていうのを立ち上げたんですけれども、それをベースにもっと輪を広げていこう、企業や事業者、地域の方、学校、そして区民の方、区民の方からもいろんなことやりたいというお声もありますので、みんなを巻き込んで、みんながサポーターになって女の子たちを支えていこう、何かの時は、お声かけられるような、そういうチームすずらんで臨んでいこうという覚悟も込めまして、サポーター登録証をお渡ししたいと思っています。よりこう輪を大きくしながら活動していきたいと思っています。高木枠長の記者会見の様子をご覧いただきました。女性にとってはとても心強い内容のプロジェクトですが、どのようなことを相談できるのでしょうか。はい、相談内容に制限はないので、どんなことでも相談してほしいです。はい、うまく言葉にならなくても大丈夫ですし、相談内容などの秘密は必ず守ります。区役所の窓口となると用事がないといかないし、そもそも行きづらいな、こんなこと相談していいのかなと高いハードルを持っているかもしれませんが、はい、家族のことでも友達のことでも恋人のことでも何でも大丈夫なので、一人で抱え込まずにまずはご相談いただきたいと思います。これからのことを相談員が一緒に考えます。はい、ありがとうございます。さあ、では斉藤さん、どのような相談窓口がありますか。はい、恋人やパートナーとのこと、親や友達との関係などを相談できる女性のための相談や、心や体のちょっと気になることを相談できる心・体の相談、どこに相談していいかわからない時のアシスト島など、さまざまな相談窓口を紹介しています。はい、また相談窓口に限らず、安心して過ごすことができる区内の居場所をマップ付きでご紹介もしておりますので、ぜひ公式ホームページを一度ご覧いただけたらと思います。はい、少しでも力になりたいという思いを込めて、今後もホームページや SNS で情報を発信していきます。はい、すずらんスマイルプロジェクトは豊島区組織横断プロジェクトとのことなんですが、その他にどのような活動をしているのでしょうか。はい、その他ですと、今年度は若手職員を中心に考案したターゲティング広告の実施や、当事者世代の大学生との共同イベントの実施、池袋ハロウィンコスプレフェスティバルや痴漢撲滅キャンペーンなどでの周知啓発を実施しました。はい、生きづらさを抱える若年女性に支援情報をより分かりやすく伝えるためには、大学生など当事者世代の声を聞きながら一緒に発信することが効果的だと考えています。はい、またターゲットの早期発見、早期予防、早期対応が重要だと考えておりまして、
この後ご紹介させていただく豊島町中すずらんサポーターをはじめ、民間支援団体や企業、学校、地域の皆様と連携し、地域のセーフティーネットを強化していくことが大事だと考えています。はい、ありがとうございます。とその豊島町中すずらんサポーターについて、先ほど高際区長の記者会見でもお話が出ていましたが、豊島町中すずらんサポーターとはどのような役割になるのか、田中さんお願いします。はい、町中サポーターはすずらんスマイルプロジェクトの趣旨や若年女性の生きづらさの現状をご理解いただいた方にサポーターとなっていただいて、若年女性を地域で見守り、豊島区と一緒に支援の輪を広げていく取り組みになっております。はい、具体的な内容としましては、すずらんスマイルプロジェクトや区の相談窓口などの情報発信、支援対象者への声かけや相談窓口等のご案内、支援対象者の居場所づくりや物品、食料品等の寄付などがあります。はい、サポーターの皆様はこの中から取り組みやすいことを選んで活動していただいております。はい、なるほど。今スタジオに持ってきていただいているこちらのステッカーですが、こちらどういったものでしょうか。はい、こちらがサポーターになっていただいた方にお渡ししている登録証券ステッカーになります。はい、登録した方に全員にお渡ししております。はい、こちらは店頭や窓口に貼っていただいても大丈夫ですし、ご希望でしたらこの画像データをお渡しすることもできますので、ホームページや SNS 等で発信していただけると嬉しいです。はい、また当事者の若年女性用にこちらのカードもご用意しております。はい、こちらは区内施設のお手洗いなので配布しているほか、我々男女平等推進センタースズランスマイル事務局でもお渡しできますので、困っている方がもしいたらお渡ししてもらえると嬉しいなと思っております。はい、さあそしてどんな取り組みをされているのかも、はい、具体的なものを教えてください。はい、その他の取り組み例をご紹介させていただきますと、帝京平成大学学園祭、福朗祭に共同出展いたしまして、大学生が当事者世代の目線で作成した区内の居場所行ってみたレポートの展示や動画の上映、そして女性の PMS に関する展示などを実施しました。はい、その他にはグローバルリングカフェとコラボしまして、公式ポスターの掲示やカードの配布、プロジェクトロゴを印字したスリーブ付きホットドリンクの提供などを実施しました。はい、さあではこのプロジェクトに賛同しサポーターになるには何か条件があるんですか、斉藤さん。はい、豊島町中すずらんサポーター登録申請書というものがございまして、はい、個人団体を問わずご申請いただけます。若年女性を支援する民間団体、地域活動団体や地域グループ、社会貢献を行う企業様や事業者様、若年女性が通学する大学や専門学校などの教育機関もサポーターの対象になりますので、詳しくはホームページでご確認いただければと思います。はい、今ですね、画面の右下に QR コードあります。こちらからホームページに飛べますので、ぜひ読み込みをお願いいたします。それでは最後になりますが、番組をご覧の皆様に、まずは斉藤さんからメッセージをお願いします。はい、困っていることや悩んでいることがあるけど区役所に相談するのはハードルが高い、こんなこと区役所に相談してもいいのかと不安に思っている方が、この放送や区のホームページを見てちょっと話してみようかなと思ってくれたら嬉しいです。お気軽にご相談ください。はい、ありがとうございます。それでは続いて田中さん、お願いいたします。はい、生きづらさを感じている若年女性を確かな支援につなげていくために、ご家族やご友人、パートナー、職場の方、ご近所の方、地域の方、学校など地域の皆様の方にサポーターになっていただいて、お力添えいただけたらと思っておりますので、ぜひサポーター登録をしていただけますと嬉しいです。はい、サポーターについてご不明点等あります場合は、今画面に表示されておりますお電話番号までお問い合わせいただけますと幸いです。はい、すずらんスマイルプロジェクトの活動、そしてサポーターに対するお問い合わせは、こちらの電話番号 03-5952-9501 03-5952-9501 までお願いいたします。さあ本日はすずらんスマイルプロジェクトのご案内に、豊島区男女平等推進センターのすずらんスマイルプロジェクト事務局の田中夏樹さん、同じく斉藤純平さんのお二方にお越しいただき、お話をお伺いしました。田中さん、斉藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。また明日です。ご覧ください。